どうも、ゆた、あ、違う、大粒でーす。はい、本日はですね、ちょっと長年付き添った愛車、CBR250WRMC51 ですね。まあ、長年といっても3年というね、はい、長くないです。短いです。こんなはずになる予定ではなかったんですけど、まあ、ちょっとね、友達のバイクで二輪でねサーキット走ったらちょっと欲しくなっちゃってまあそれはちょっと衝動買いでね買って、でまあ通勤に使えばまあ燃費もいいしっていうので、そんな感じでね、主に通勤に使ってまして、でサーキットにねもうめっきり行かなくなってしまったので、ちょっと乗ってる意味もあまりないかなっていう、まあ寒いし雨とかも辛いしっていうので、ちょっともうバイクサーキット行くためにその二ダボっていうのをわざわざ買ったんで、ちょっと二ダボに乗ってる意味ないなっていう、それでちょっと売却を決意しました。んでまあセカンドカーなんかちょっと欲しいなと思ってるんで、ちょっと売りたいなと思ってるところで、ちょっと売却方法悩んでまして、やっぱ一斉査定とかあの見積もり持っていくのってとてもめんどくさいんですよね。すごいめんどくさがり屋なんで、ほんと一時行ったりとかめんどくさいんで、で、そしたらね、ちょっとツイッターの方で、知り合いに、カチ X、Q アップスっていうらしいんですけど、それがね、ちょっと査定も、いろいろ無料だし、とりあえずやってみようかっていうので、ちょっとやってみました。で、この前ね、それで初めて知ったんですけど、実際にちょっと売却をしまして、ちょっと良かったなと思ったので、あまり知名度もないかもしれないので、ちょっとご紹介しようかなと思い、ちょっとこの動画を撮りました。はい。じゃあ早速ちょっと、やり取りをすべてスクリーンショットで録画してありますんで、実際のやり取りをちょっと皆さんにお見せして、どんな感じの流れかっていうのをちょっと見てもらえたらなと思います。はい、実際にこちらホームページちょっと見ていきましょう。アップスはカチ X へ名前が変わったんですね。ちょっといつ変わったかわからないですけど、まあいろいろ書いてあります。で、査定スタートする方はそこのボタンからなんですけど、まずちょっと出品一覧というね、まあ実際に取引されているものですね。こちら今ハンター株は入札なかったんですけど、ゼファー1100。まあ速攻距離7万でね、こちらも入札はないみたいなんですけれども、他にもまあいろいろとね、実際に皆さん見てもらえれば、クリックして普通に、無料で見れますんで、ちょっと、まあ、売却とか気になる方はね、見てもらって、で、バイクオーナーインタビューとかね、一応書いてありますね。うん。おすすめコンテンツ。まあ、いろいろホームページに載ってますよ、と。はい、こんな感じでございます。で、いざ査定スタートちょっと押してみますと、全国一括査定無料でチェック、まあ、メーカー排気量バイク名走行距離で、まあ、自分の情報ですねを入れて、まあ、スタート押すと、まあ、スタートされるというわけです。で、こちらに直近のバイク売却実績が載っております。はい。で、もう本当に写真とかを登録してやるだけなんで、本当にとても簡単なんですよね。で、まあ何にも異常がなければ減額とかもないですし、もう本当に携帯一つでやり取りするだけで、取引できちゃいますので、本当に便利だと思います。
で、こちらが今ね、自分がもう、スタートしての画面です。全部もう入力して、写真とかも入力して、こちらの画面になります。入札はまだありませんと。で、買取業者一覧こちらにありまして、77社ぐらいあるみたいですね。はい。結構ね、バイク館だったり、バイク査定センター、バイクを、まあいろいろ、まあ有名な業者も名前を連ねていますね。はい。で、直近の CBR 系の取引履歴が、見れます。せっかくなんでちょっと見ていきたいと思うんですけど。うん。綺麗そうなやつです、こちらは。現在20万と。で、他、3200キロ、今30万で1件入ってますね。はい。あんま情報書いてないですね、これ。他にもね、いっぱい。CBR、これに、1万6000で51万ってさ、これさ、MC51 じゃないよね。多分。そんな気がするんですけど。22とかかね。あ、でも50万のやつ他にもあるね。こっちは9000キロ25万。立ち動きありでこんな25万ついてます。で、2万5000キロのやつでも28万。立ち動きあり。結構ついてますね。立ち動きありなのに。わ、772キロで50万。そりゃつくよね。低走行で。1万9000キロでも30万ついてます。立ち動きありで、これ。1800キロ。49万。つくね。はいはいはい。という感じで、取引履歴が見れます。お、落札が39万5千。立ち動きありだよ。すごくない？平均が41万。7万から68万の幅で。141台1年で。で、こちらも、制約金額の一覧だったり、年式。うん。載ってます。40万とかが結構いい感じでついてますね。1万キロ超えないと40万超えるような感じですね、多分。ちょっと実際に他のね、買取業者その場で行って査定とかやってないんで、まあちょっと他社と比較はできないんですけどね。で、一応これが、今僕の取引金額39万7千つきました。13件で、まあ1日ですね、業者がオークションとして入札をしてくれます。で、最高額が39万7千と、希望がね、ちょっと40いってほしかったなっていう感じなので、ちょっとまあ、この選べるんですよね。売却するしない。で、あとは、ちょっと取引の金額を上げるっていうので、値段交渉ができるので、ちょっと今回値段交渉で40万でと。そしたら、まあ、聞いてみますということで、で、業者さんが、40万で買い取ってくれるという返信が来たので、まあ、これはもうね、売却を希望するということで、売却を決心しました。はい、1の売却希望でよろしくお願いしますと。はい。で、メッセージもすぐ返ってきますんで、で、こちらが今あったのが入札の一覧です。で、まあいろいろね、説明があって、本当にもうね、こうやってやり取りをするだけで、売れます。写真を撮るだけで。いろいろ情報を入れてね。で、まあ、タンク内の錆とかやっぱり結構あれらしいので、現地で買い取り不可だったり減額があるみたいなので、そこはちょっと注意してもらって。で、業者さんからの入金がありましたと。連絡が来たので、あとは引き上げ。引き取りの日程決めたりします。
引き取りのトラックが来てくれるんでね。でもしくは持ち込みもやってるみたいで、こちらの業者さんは。で、横浜市内ということだったので、僕の方はちょっと、引き取りだと時間指定ができないので、曜日しか、その日にちしか。なんでちょっと都合の、付き方がつかなかったので、僕は持ち込みにしました。で、入金の預かり証も、はい、出てます。で、これで、業者さん持ってたので、引き取り報告をしました。はい。で、その後業者さんにも、登録、引き取り完了しましたっていうのを押してもらうと、後日、こういう感じで、振り込み指定の口座をね、登録したりとか、そういう、メッセージ来ますので、そちらを入力していただければ、あとはもう、振り込みがされるだけです。で、ちなみにこれ、僕、登録その日にして、次の日にも振り込みされてました。もう、圧倒的な速さでね。まあ別にそのお金に困ってるわけじゃないですけど、すぐね、来たので助かりました。はい。という感じでね、こんな感じで、知名度の少ないサービスですっていう風に書かれていますので、ちょっとこの YouTube でも紹介しようと思いましたので、今回の動画を撮りました。引き取りもね、お店持ってたらもうスムーズにすぐやってもらえて、もう本当に売却から引き取りまで、本当スムーズに今回できたので、ちょっとめんどくさい方とか、はい。引き取りサービスをやってくれてるので、結構その売却に持ち込みに困ってる方とかね、ちょっとまあ田舎の方とかは結構いいかもしれないですね。はい。という感じで、今回の動画はちょっと紹介動画ということで、以上になります。Oh.